ンズさん、夏目さんってかっこいいですよね。うん、わかるよ、いつきちゃん。わかった、戦闘は任せろ。コハグラ夏目、戦闘を開始する。人類の敵、花により血で。キャー、はー、憧れちゃいますよね。うんうん、なんであんなに凛々しいのかな。夏目さんの故郷、沖縄でしたっけ。まさかそこに秘密が。私の知ってる範囲だとないはずだけど。でもどんな場所で夏目さんが生活してたのか気になる。はい、気になります。沖縄どんなところなのかな。すまない、少し立ち聞きしてしまった。沖縄のことが聞きたいのか。なんでここに。それは。こんにちは、歌のんはここにいるかな。ミトさん、なんで夏目さんと一緒に。なんでって、歌のんを探すのを手伝ってもらってたんだよ。たまたま手が空いていたからな。だからすまないな、いつき。海の話はまた今度でいいか。もちろんぜひです。感謝する。ところで、二人は歌のの居場所を知っているか。知らないです。ごめんなさい、お力になれなくて。気にするな、アンズ。ミト、ここからは別れて探そう。あ、はい。私も別の場所を。って、いつきちゃん、伊予島さん。はあ、やっぱりかっこいい。そっか、二人はコハグラさんのことを話してたんだ。そうなんです。やっぱり夏目さんかっこよかった。気にするな、アンズ。ミト、ここからは別れて探そう。キャー、なんだかすごいね。でも、いつきちゃんと伊予島さんほどじゃないけど、私もその気持ちわかるかも。コハグラさんって。兄ちゃんが私を探してると聞いて。かっこいいよね。あ、歌の。かっこいい。夏目さんがかっこいい。兄ちゃんが、かっこいいって。歌の？歌のさんの様子がなんだか。まさか。みーちゃんが浮気だわ。これが熟年離婚クライシス。熟年離婚な、何言ってるの、歌の。あ、落ち着いてください、ミトさん。早く誤解を解かないと。こうなったら勝負よ、夏目さん。みーちゃんは渡さないわ。受けて立とう。なんだか大変なことになってきちゃった。早く二人を止めないと。どうしよう。行くわ、来い。みーちゃん、ここに負けられない戦いがあるわ。すっごい気迫だ。違うの、誤解なの。この学校に5回も6回もないわ。そうかもしれないけど、でも私の一番は歌のんだよ。みーちゃん、それ本当？フェアリー？本当だよ、歌の。コハグラさんはかっこいいと思うけど、そういうのじゃなくて、
私の一番はいつだって歌のんだよ。みーちゃん歌の仲直りでいいんですよね。うん、いいと思う。はあ、二人が仲直りできてよかった。一件落着だな。ところで、なぜ歌のは怒っていたんだ？それは、で、知らないで戦おうとしてたんですか？歌のほどの人物が武器を向けてきた。よほど重要なことに違いないと思ったんだ。夏目さん、やっぱりかっこいいです。私がかっこいい？はい。少し照れるな。キャー！これはとんでもないところに出くわしてしまったわ。一大事だな。そうね、私の妹が取られちゃう。はあ、タマのアンズが取られる。アンズさん、相談に乗ってもらっていいですか？いつきちゃん、実は私も聞いてほしいことがあるんだ。アンズさんもですか？うん、ちょっと私だけじゃどうしたらいいかわからなくて。わかりました。私でお力になれることなら。ありがとう。と、まずはいつきちゃんの悩み事だね。それなんですけど、実はお姉ちゃんが変なんです。え、それってまさか。探したぞ、いつき。アンズもここにいたのか？もしかして同じ悩みですか？そうみたいだね。なんだいつき、悩みがあったのか？どれ、私に話してみろ。アンズも遠慮するな。私に任せたまえ。アンズさん、いつきちゃん、はっきり言ってその口調変だよ。お姉ちゃん変？いや、ちょっと待ってよ。いつき、夏目みたいな口調が好きなんでしょ？別に夏目さんの口調が。てや、まさかあの時聞いてたの？そうよ、聞いてたわよ。だからこうして頑張ったんじゃない？もしかして玉地先輩も？ああ、たとえ夏目が相手でもアンズは渡せないからな。もう取られないよ玉地先輩。お姉ちゃんも変なモノマネなんてしなくていいのに。だって私はそのままのお姉ちゃんが好きで。私もそのままの玉地先輩が好きだよ。よかった。